出勤記録時計、勤番記録時計などと訳されるように、主に雇用者の勤怠管理などに用いられることが主流である。タイムレコーダーは主に企業で使用され、労働者が出勤した日付、出勤時刻、退勤時刻を記録する用途に用いられる。中には労働時間や時間給計算を人間に代わって計算する利便性の高いものも存在する。記録をするための媒体として、タイムカードという紙製のカードを用いる。タイムカードをタイムレコーダーに挿入することで、挿入した時の時刻がその場で印字され、出勤、退勤などの時刻を記録する。この際、時刻の他に労働時間数などを合わせて印字するものもある。タイムカード1枚で労働者1人の1ヶ月分の勤怠情報、出勤、退勤時刻などを記録することができる。タイムカードに時刻の印字を行うことを打刻という、従来型の紙、タイムカードに印字するもののほか、タイムカードの代わりに IC カードや指紋、指静脈などの生体認証方式のもの、パソコンで勤怠管理が可能なものもあり、一部のオフィスなどでは従来のタイムカード式にとって代わられている。だが、主流は今でも紙、タイムカードを用いるもので、誰にも扱いやすいことから、パートタイマーやアルバイト労働者が多い商店などでは人気がある。従来型のタイムカードを用いる理由としては、IC カードなどの方式より本体価格が安価であること、紙に印字する方式を用いることで、パソコンなどを使用せずとも、誰でも印字を確認できることなどが挙げられる。世界で初めてタイムレコーダーが生まれたのは19世紀のアメリカで、雇用者の賃金計算を円滑にする目的で、ジョン・C・ウィルソン・ JOHM・C・WILSON によって発明された。当時のタイムレコーダーは紙テープに時間を刻む方式であり、後にタイムカードを用いて印字する方式が発明された。日本国内では1931年に天野を起こした天野修一の発明による電気式タイムレコーダーが最初で、機械での字送り、時間印字も電気によって行われるという画期的なものであった。この国産タイムレコーダーは時の総理大臣、浜公を先の奨励を受けている。その後、企業社会が発展し、給与体系が複雑化してくると、人間計算に便利なタイムレコーダーの需要はますます高まっていった。そうしたニーズに応えたのが、時給設定や集計などを自動で言ってくれる集計タイムレコーダーであり、今日ではビジネスで特に重要なツールの一つになっている。また、時計をデジタル化した電子タイムレコーダー、PC に接続して、集計結果を脳計算式で参照してくれるタイムレコーダーソフト、インターネットを介した ASP 方式のインターネットタイムレコーダーなど、時代のニーズに合ったタイムレコーダーが発明されるようになった。さらに今度は指紋や生体などで、個人を照合し、厳重な秘密保持を必要とする施設や部屋において、用いられる電子錠と同様の、公式、時間を管理するタイムレコーダーが、チャンネル登録、評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。